アイアマ法規は、はじむりによる中国明朝からのベトナム独立を目指した1418年から1428年にかけての闘争のことである。1406年11月、古朝が陳朝を散脱したとの口実の下、明朝は数十万人の妊婦を含む兵士20万の大兵力を動員し、長田スク将軍の指揮により、国境から二手に分かれて進行した。 民軍は、両山の複数の地点で、古朝軍を次々に撃破した。古紀は、直川まで退却せざるを得ず、大野国城を中心に守りを固めた。1407年1月22日、民軍は、大国で古朝軍を破った後、とうとう占拠した。古朝軍は、サ都へ退却して、守りを固めたが、1407年4月に、民軍の攻勢を受けた。古は、 ガセに逃れたが、6月末に捕らえられた。古朝の公戦が敗北に終わっても、人民の抵抗は続き、各地で放棄が起こった。塗山の半玉、高安氏のはじ上東朝の半ぶり、陳月子、北高の半筆代、富寿の陳元、大元の陳元安などである。中でも、陳朝の貴族である陳の放棄、陳期、広武の放棄が大規模なものであったが、 いずれも指導権争いなどの内向が生じて弱体化し、放棄は失敗に終わった。古朝政権の崩壊後、明朝は国号を廃して後鎮軍に変えて国土を併合した。超タスクは文書などを含む同化政策を厳格に推し進め、数百項目もの重税を課した。土費として売るために不助死を連れ去ったとも言われている。民衆の不満は日々高まっていった。 はじむりは、アイマ地域で勢力を持つ豪族だった。民によって国が失われ、人民が悲嘆に暮れているのを憂い、財産のすべてを注いで義手を招集し兵力を養った。決起の根拠地にはアイマを選んだ。アイマは、中川左岸に位置し、平野部と山岳部をつなぐ険しい地勢にあったのである。ここは、古氏族、無音族、ター遺族など、 各民族が交わる場所でもあった。1416年はじめ、はじむりは法規の指導部18人と共に、老掛けで先生会を行い、先生文を読み上げた。1418年2月7日、はじむりはアイマで法規の旗を上げ、自らを平定王と称した。当初の兵力はまだ少なく、アイヤマ軍は困難の戦いを強いられた。 明軍は何度も進攻し、愛山の本拠地を包囲した。義軍は三度にわたって、司令山に撤退しなければならなかった。1418年半ば、明軍は司令を攻略して、始森を捕らえるために兵を動員した。気球の状況を打開するべく、始森に変装した無音族出身の始村が、決死隊を組織して、明軍の包囲を破り、自らを犠牲にして、始森を逃した。 1421年末、民軍は10万の兵力を動員して、義軍の根拠地に大規模な包囲攻撃を仕掛けた。はじむりは再び司令さんに撤退せざるを得なくなった。義軍に深刻な食糧不足が起こり、はじむりは、憎悪や相場を含む馬などをほふって、軍を養わねばならなかった。1423年の夏、はじむりは暫定和平を提案し、民軍に受け入れられた。 1423年5月、義軍は愛山の根拠地に戻った。1424年末、はじむりを買収する工作が不調に終わったため、軍を整えた民軍は、義軍に対して攻勢をかけた。民軍の攻勢を前に、原石は、進化の山中を脱出し、土地が広く地勢が険しいおさむやに軍を移し、そこから北に戻って、とうとう攻略することを提案した。 1420年に、はじむりたちと合流していた原石は、新家の品能出身で、新家南部で放棄を指導し、おさむやす北部で活動していた経験があった。はじむりは、原石の計画を受け入れ、参道沿いに、おさむやす西部へと行軍した。1424年10月12日、義軍は、他金の民軍中屯地を吸収し、一撃のもとに勝利を収めた。ついで、 相川上流の茶林城を降伏させた。勝利の余生を買って、義軍は、門目に進撃し、計略を仕掛けて下流、カバの愛で、陳里氏軍を撃破した。短期間のうちに、おさむやすの大部分が解放され、民軍は、おさむやす城に撤退して牢城しなければならなくなった。はじむりは、おさむやす城を固く包囲している間に、遠州に攻め込んで勝利し、進化へと進撃した。 これらの戦闘により、遠州、進化地域のすべてが1ヶ月も経たないうちに解放された。1425年8月、はじむリは、沈元官、はじむぎんたちに、おさむやすから新平へ進撃するように命令を下した。義軍は、迅速に民軍を撃破し、新兵、巡火を解放した。こうして1424年10月から1425年8月の、 およそ10ヶ月間の間に、アイ義マ軍は、進化から海運峠にかけた広大な地域を解放した。民軍は孤立し、義軍によって包囲されている浄類のいくつかを確保しただけだった。1426年9月、はじむりたちは北部への進軍開始を決定した。義軍は三祖寺に分かれた。第一祖寺の任務は、西北部解放のために進軍するとともに、 雲南からの民の延平の阻止。第二祖寺の任務は、自家は下流域の解放と、治むやすから東韓への敵の退路を立ちつつ、後世からの延平の阻止。第三祖寺の任務は東韓への直進だった。義軍は進軍したいたるところで住民に熱烈に歓迎され、あらゆる面での支援を受けたと言われる。民軍は主勢に立たされ、東韓城に撤退して籠城した。 1426年10月、O2 が指揮する5万の援軍が、東韓に入り、ここで民軍は10万の兵力となった。主導権を奪回するべく O2 は、大反撃を決断し、高部における義軍の主力を攻撃するべく、1426年11月7日の朝に出陣した。O2 の動きをつかんだ義軍は、同宿道に副兵を排した。民軍が、 陣地に入った時、義軍は一斉に敵軍に突撃した。民軍の部隊は分断され、水田のぬかるみへと追いやられて壊滅した。結果として五万以上の死傷者を出し、一万以上が生け捕りになった。O2 は負傷し、東間へと逃げ帰った。兵部少将の陳広氏は敵将利領と共に戦場で殺された。戦勝の後、アイアマ軍は勝利に乗じて、 さらに多数の集権を解放した。1427年10月上旬、民の援軍15万が二手に分かれて進撃してきた。劉将が指揮する部隊は後世から両山方面へと進み、僕明の部隊は雲南から河江方面に入った。相山義軍の指導部は敵の援軍である劉将軍を殲滅するために兵力を集中させることにした。10月8日、 劉章の指揮する部隊が死のアイロの前に到達した時、人流率いる義軍によって伏撃地点までおびき寄せられた。劉章は義軍の投げた槍によって戦死し、民軍は大混乱に陥った。はじ殺劉つ、竜飛とたちは、この木に乗じて攻撃し一万人以上の敵を殲滅した。劉章が殺された後、副司令官の両名が指揮を取り、対応を整えて、 マサイに進軍することになった。しかし、途中のセリタン、放火とで続けて、伏撃に遭い、さらに3万以上が殲滅され、両名も戦死した。兵部少書の李帝も、首をくくって自害している。民軍の残存部隊は、なんとか、マサイへ至ったが、電野で義軍の包囲攻撃を受けて、約5万の損害を出した。はじりは死者を使わして、死での戦利品を、 僕あきらの陣営に遅らせた。戦利品を見た、僕あきらは、劉将の敗北を知り、本国に急いで逃げ帰った。劉将と僕あきらの援軍が完全に壊滅したことを、聞き、当刊にいた、O2 は、急いで和解を申し入れた。1428年1月3日、民軍の最後の部隊が国境を越えて本国へと、帰還した。民軍を、国土から追い、ありがとうございます。